新潟市港南区総見付近阿賀野川左岸の堤防上を走る。新潟県道17号新潟村松山線線は、新潟県新潟市北区から東神原郡阿賀町に至る県道である。商品橋を含む新潟市北区、上八北交差点から同市東九下山交差点は、旧国道113号の区間。そこから、津島や八丁梅交差点までは、 国道113号と重複し、南進しつつ7号と、新進バイパス、一一インターチェンジで、交差、中高や交差点で、新潟市街中心部からやってきた、県道3号と合流し、つ日市の大平橋、西詰め交差点で阿賀野川左岸堤防に乗る。かつては下山の商品橋西詰め交差点から、道交差点までが、県道17号であったが、 国道113号の指定再編で現在のルートとなった。太平橋西詰め交差点から五市までの区間は、阿賀野川と支流の創出側の佐賀川堤防場を走破する。国道4路線や県道など、四近郊の幹線道路と接続しているほか、国道49号、キッズインターチェンジを用いることで、新潟市中心部から、 五線四方面への最短ルートが確立されている。このルートは、高規格のバイパスと郊外の堤防上を走るという、特性から直接接続する道路や信号機が少なく、なおかつ、新津の市街地を避けて、五線の市街地近くまで行くことができる。なお、中高や交差点以北の区間については、新潟県道16号新潟亀田内野線とともに、 新潟空港へのアクセス道路として整備が進められ、蒸気のように一部は国道113号及び本道に組み込まれた。五線市内に入ると、Y 字路の下条交差点で、新潟県道7号新津村松線と合流し、五線市の中心街を通り抜け、村松市街地に入る。下町定字路で国道290号と合流し、 村松公園入り口交差点で南東に進路を変え、総出側の上流部に沿って走行。互川内定路から、高石地区を越えた先から阿賀町、谷沢までの間は、林道区間、武道帯ら線となる。沼越峠付近で島地境を越え、五十島地区南部で、j r 五十島駅方面へ抜ける町道と接続し、さらに東へと続く、林道区間を抜けると、 万越道、三河インターチェンジ方面へ向かう新潟県道587号、三河インター線と接続。谷沢大橋で阿賀野川を渡り、国道49号と洋川トンネル西側で、接続する。なお、洋川トンネルは、洋川改良の完成で閉鎖されている。新潟空港アクセス道路、新進バイパス一一インターチェンジ5000市。 船越付近新潟市北区新潟市東区新潟市港南区新潟市秋白五泉市阿賀町ありがとうございます